ロックフェラー大学はニューヨークにある私立大学で生物学・医学分野の大学院生やポスドクの研究生を対象としている。マンハッタン島のアッパーイーストサイド地区ヨークアベニューの63丁目から68丁目の間に位置する。この学校の関係者から23人のノーベル賞受賞者を輩出している。 またこの大学では科学史における大発見が数多くなされており、例えば DNA が遺伝情報を伝える物質であることや、血液型の存在、ウイルスががんを引き起こすこと、抗体の構造、ヘロイン中毒患者へのメサドンの処方、エイズのカクテル療法、体重を制御するホルモンであるレプチンなどは、この大学で発見された。この大学は事前科として知られる。 石油王ジョン・ロックフェラーが1901年に設立したロックフェラー医学研究センターを前身とする。また、ジョン・ロックフェラーは1889年にシカゴ大学も設立している。この大学の歴史はロックフェラー家と密接に関わっており、例えばデイビッド・ロックフェラーは現在も名誉総長である。1965年には、 教育の機能も受け持つことになり、名称を、ロックフェラー大学と改めた。野口秀代は、1904年により、ロックフェラー医学研究所で研究に従事し、現地で撮影した、岡田光良との写真が残っている。As of June 2012, FI2012 Budget c r o ウィ e s デ i トデフィシ e s ザ・ d e f i c ラ t The Rockfeller University, 2013年6月27日。 閲覧。ザ・ロックフェラー・インスティチュート・フォー・メディカル・リサーチ。省略して、ロックフェラー研究所とも呼ばれる、ハット・チャーナを、R ・タイタン、ザ・ライフ・オブ・ジョン・ D ・ロックフェラー・ SR、ピアニッシュも471に、ありがとうございます。